ヘロデや、またはヘロディアスは、新約聖書に登場する人物である。ヘロデアンティパスの妻。ヘロデ大王の王子アリストブロスと大王の妹、サロメの娘、ペロニカの娘で、アグリッパ一世紀の姉妹である。最初、ヘロデ大王と、その三番目の妻、大祭司シモンの娘、マリアムネとの間に生まれたヘロデと結婚して、娘、サロメを設けた。しかし、 夫のイボ兄弟のヘロデアンティパスと恋仲になり、ヘロデと離婚して、ヘロデアンティパスと結婚した。バプテスマのヨハネは、この結婚が不当であると非難したために投獄された。ヘロデアはヨハネを恨んで、夫ヘロデアンティパスをそそのかして処刑させた。また福音書以外の資料では、ユダヤ古代史では、第十八巻五章でヘロデアンティパスが対立していた、ナバテアの王アレタスと、 友好関係を築くために、彼の娘を妻にしていたにもかかわらず、ヘロデアを気に入ってしまったことで、アレタスの娘が怒って実家に帰り、これがもとで、アレタスとヘロデの間に、戦が起きて、ヘロデ側が惨敗し、しかも負け始めたところが、先例者、ヨハネの処刑を行ったところの近くだったという曰く、話が語られている。ありがとうございます。